世代別ランキングを見てみると、10代男性、20代女性で3位、そして10代女性からは1位と、若者から圧倒的支持を得ました。色を塗って自分の陣地を広げるみたいな。そんな人気だな。子供人気なんだな。2017年発売、スプラトゥーン2。うわ、音がいい、音がいいね。オンラインでライバルとインコを塗り合う陣取り合戦、スプラトゥーンの2作目。前作から武器やマップがリニューアルされ、シリーズ2作目にして世界で1200万本を売り上げるメガヒットを記録。色の中入ってゲージ溜めな。どんなところが面白くてハマっているんですか？スペシャルウルコンってあるよ。どういうやつ？なんかね、場合行くっていうか、スーパーチャクティとか。何これ、全ての世代の女性から多くの支持。ほら、撮ったの。すげえ。ほら、みんなやってんだ。癒しだな。癒しだな。第4位、2020年発売、集まれ動物の森。ゲームの始まり。第3位、1997年発売、ファイナルファンタジー7。今しかない。悩ませる究極の2択を迫られた、あの国民的指導者の中か。そういうことか、天空フローラ。はい、うわー、そっか、そうなんだ。1992年発売、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。キャッチコピーは1位の発表です。アンケートによると、どこにでも行ける、こんなゲーム初めてなど、感動の体験をしたという声が多数上がった。これまでにない新たなゲーム体験で、多くのゲームファンに記憶を消して一からやりたいと言わしめた、まさにゲーム界の金字塔。その作品は、うわすげえ、めちゃめちゃ面白いんだから。確かに、すごい、めちゃくちゃ面白い。2017年発売、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。すげえな。